本日は第21回国民文化祭山口2006神楽フェスティバル神楽伝承の証を山口からにご来場いただきまして誠にありがとうございます。最初にご覧いただきます山田神楽舞保存会は五穀豊穣家内安全を祈願する舞として江戸時代中期から伝えられ、現在も毎年11月に山田地区の菅原神社に24種類の舞を奉納されています。本日はその中から四神柱の神々が天の岩戸におかくれになった天照大神を慰め悪鬼を払い、尾張熱田神宮に祝い込む舞で、剣を手に舞う宇立ちの試験をご披露いただきます。それではどうぞ。